プロポーズされたらでおなじみのゼクシーです。ゼクシーはこれまでにたくさんのプロポーズを応援してきました。大切な人へこれからの人生を共に歩いていきたいと真剣に伝えるその瞬間はとてもドラマチックで、お二人にとってはもちろんそれを見守る人たちにも幸せなパワーをもたらしてくれます。そんなプロポーズがさらに幸せな瞬間になりますように、そしてその瞬間が熊本市全体に広がっていきますようにと思いを込めて、今回ゼクシーと八代市で恋を応援する花火を企画しました。この花火大会は毎年多くのカップルや夫婦が誕生している恋の花咲く花火大会と呼ばれており、この花火大会をきっかけに結ばれる2人も多いそうです。実は本日のゼクシーと八代市のコラボレーションイベントで新たなカップルが結ばれることになりました。これからの人生を一緒に歩まれるお二人の幸せと、本日会場に大切な人と来られている皆様、これから大切な人と手を取り合う皆様の声を記念しまして、ゼクシーと八代市から花火をプレゼントさせていただきたいと思います。恋が結ばれることを願った、その名も恋結び。恋人たちを